あ、120MHz 版ペンティアムを搭載した。ザキャッスル7でも出てたザキャッスル。これあったわ、家に。すごい好きだった、このゲーム。あ、これ持ってた？これ本当持ってた。これね、なんか。あーいい、ね、このグラフィックがいいよ、ね。もうね、これ時代だよね。テープじゃん。カセットテープなんだよ、これ。カセットテープ。これゲームなんだよ。だよね、うん。ゲームなんだよ。これが。これでゲームやるんだよ。始まるまでに10分ぐらいかかるし、ね。そう。10分だったらいい方だよ、まだ。ね、音もすごいしね。ピーガーつってね。そうか、すごいね。ウィングマン。エニックスさんから出ていたね。アドベンチャーだよね、アドベンチャーゲーム。これこそやっぱコマンドも。コマンド式のね。これ、うん、コマンド打つタイプだった。選択ではないのかな。かなぁ。俺もね、うん、今、本体がないからできないからね。あ、これコマンド選択式だな。いい方だね。うん。うん、F1 で取る。うん、F2 で移動。F3 離すみたいな。あ、ちゃんとしてるわ。しかもこれカセットテープ、うん、2本組。2本組。だからこれ、ゲームが中盤の区切りのいいところになった時にテープを変えて、調整してくださいって言われるやつだね。ファミコンのディスクみたいなもんだよね。言ってみればね。うん、ちゃんとこういうテープレコーダーも別売りでね、買ってね。そうだね、うん。それでやるんですよ。やるんです。時間かけて。あと ね、例えばこう、雑誌だと、ちょっとこれ、ね、FM7 とか98とか88とかではないんですけど、MSX マガジン。この辺は読んでた？ MSX はさすがに持ってなかったので、うん、MSX マガジンはね、全然見たことないけど、でもまあ、うん、当時の感じ、すごいあるね。あるでしょ。ああ、なんかいろいろさ、このレイアウトとかが、うん、ああ、また当時。懐かしいね、うん。当時感あって。あるね。で、MSX マガジンも、まあ、たまに読んでたんだけど、うん、俺、そしてヨケちゃんも多分読んでたのはこっちなんじゃないでしょうか。こうログイン。ログインでたこれ読んでたでしょ。これ読んでた。こう、いい意味でパソコン雑誌じゃないよね。違うね、これ。あの、パソコン情報も読んでたけど、うん、それ以上になんか ね、白黒ページにあるギャグコーナーみたいな方、そこが好きだったんだよね。最高なんだよね。うん。バカチン四国。バカチン四国。これ、あったかな、読んでた時。なかった？ちょっと待って。読めば思い出すような気もする。これこそね、ここのコーナーに高橋ぴょん太さんの、はい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 。コーナーがあったりとかね。で、ログインってさ、うん、当時はなんか全然気づかなかったけど、今すげえいいなと思ったのは、うん、すげえやっぱ広告が多いんだよね。あー、広告ね。なんか当時のさ、感じがわかるの、すごいいいね、うん。あ、結構これはね、僕が見てた時より後かもしんないな。ちょっと新しめ？うん。古いけど。あ、古いけど新しめ。あ、120MHz 版ペンティアムを搭載した。こういうとこだ、そういうとこだ、うん。これはこれで懐かしいぞ。もう Windows あるんだ。あー、もういい、うん。今の Windows を考えるとまたちょっと違うことになるけどね。そうね、これ、うん、Windows 3.1 とかの時代かな、これ。あとこういうさ、全然関係ないよね、これ。イヤーンバカンス95、沖縄とかさ。あった、イヤーンバカンス。うん、そう、イヤーンバカンス。このさ、あの、うん、このサブタイトルとか、ね。やばいね。なんと、沖縄は暑かった。知ってるわ。この辺のセンスやっぱね、うん、まあ、ねさすがログインですね。ね。まあ、こういうとこにセンス習ったもんね、俺の世代はね。習ったね。うん。あとギャグとかもね。そうなんですね。ここら辺からいただきましたよ。ちょいちょいにそういうギャグを挟んでくるのが本当好きだったログイン。他のね、PC 雑誌とかはね、いい意味でね、お堅いからね。そうだね。あの、ログインがね、よく目の叩きにしてたのがやっぱアスキー。アスキー、そうね。すっごいお堅い雑誌。あ、お堅いもんね。あの、真面目なことを言い出すと、アスキーじゃあるまいしって、ツッコミが入るっていうね。どの時代もそういうのあるんだね。あるんだよね。この頃ね、リアルで買ってたの、ログイン。ログイン、あの、うん、毎回は買えなかったけど、はいはい、うん。立ち読みが多かったかな。ああ、こういうの面白いな。ファンタジーで出てくる、危ない薬についての考察。考察。考察。うん。こういうの掘り下げるのちょっとログインっぽいかも。うん、って言ったね、うん。で、やっぱりじゃああれ話戻るけど、普通のファミコンみたいなのやってこなかった。一切。一切じゃない。それ友達ん家でやって、それで、ああ、いいなーって。ああ、そっか、いいなって言ったもんね。そう、あの。何がいいと思ったの？あ、ゲーム的に。うん。
その時はね、うん、アイスクライマーとデビルワールドが超好きだった。どちらも任天堂ですな。そう、任天堂なんだよね。うん、そう、任天堂ものがどうやら好きだったの。あの、曲も良かったな。ああ、確かに確かに。それが、その記憶が、あの、YMCK に繋がってるとこあるから。これは本当の本当の話で、うんうん。特にそうね、アイスクライマーの影響がでかい。どういう曲だっけ？テレンテン、テテン、テテンテテテンみたいなやつだっけ？テテテテテテテ。あの、最初、テケテケテンテテンテン、テケテケテケテンテテンテンみたいなやつね。ボーナス面の曲が特になくて。ああ。テテ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 テ曲ね、誰だったんだろう、あれ。そこまで語る割に誰が作ったのか、ちゃんと調べて。まあ、だけど、インスパイアされたってことだよね。そう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 。うん、あと、当然、スーパーマリオね。うん。まあ、あれはね。あれはね、もう。そっか。あとはね、ナムコだよね。マッピー。ナムコ、マッピーはもう。もね、あれもジャジーなんだね、曲がね。そうだね。マッピーはね、あの、ファミリーコンティニューでもやらせてもらってたり。ナムコもね、若干ジャジーな曲かっこいいもんね。まあゲームももちろんだけど、その頃のナムコの曲は本当に良かったな。うん、コナミも良かったけど、あの誰だっけな、ナムコのあの女性のケイノ、ケイノさんだ。ケイノさんが作る曲とかもさ、うん、やっぱり素晴らしいもんがあったもんね。あとはもう当然ゼビウス。ゼビウスね。ゼビウスあんま音っていう音はないけど、でもやっぱあの。始まった時のやつ。でーって、でれでれってか。そう。うん。まああれだけど、ゼビウスってやっぱ最初のとこだけで、あと効果音しかないイメージだけど、うん、なんか聞こえてくるよね。そうなの。なんかその効果音が混じって曲になっちゃってるっていうか。そういうところは、うん、そういうところは。ショット音とか、ボムの音とか、バケラのカン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 とか、混じってもう一曲になっちゃってるのかもね。ブラスターをピピピピュって言ってたけどさ、あの、雑魚的をさ、キャラ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 って。トーロイとか。そうそうそう、うん、あれさ、普通だったらあの、うん、ドカンっていう音にするんじゃないかって。ああのそうだね、ボカーンって、うん、それだとなんだろうね、うるさいと思ったのかしらね。センスだろうね。だもんね、センスだよね。いや相当センスいいと思うね。あれキャラ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 ってすごい気持ちいい音で、気持ちいい、確かに気持ちいい。そうで、あのよくね、あの YMCK でネタにしてる、うんだけど、あの頭脳戦艦ガル、ガルシューティングある RPG シューティング、そうそうそう、うん、初ファミコン初のあれとかね、まさに当たった時にバーンって音を鳴らしてるよね。あれね、本当にね、うるさい。キュー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 、確かにうるさい。そういうところにもね、こう気配りがあるのかね。そう、そこら辺のさ、気配りの差が出るのかなって。まあガルもガルでいいけどね。だよね。あれさ、なんかこう、そこまで、うん、パッと遊ぶ限り、そこまで悪いゲームじゃない。いや、確かにね。だけど、まあ、真面目にクリアする、うん、そう、そこなんだよ。だってその効果音バーンっていうのはあるけど、曲良かったね、イメージなんだけどな。曲はね、あの、メロディーはいいんだけど。ね、確かそうだよね。ただね、音遣いが良くない。良くないのか。あのね、まあ、そうだよね。チップチューン、専門のヨケちゃんが言うんだから、それは、そうだよ。あの、メロディー自体はいいんだけど、あれ、うん、本当にストレートな、うん、何のこう抑揚もついてないプケーハで、うん、リリ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 って鳴らしちゃうから、うん、ね、うるさいってなっちゃう。あもうちょっと工夫しろと。そう、うん。だからさ、ちょっとまだ実現できてないんだけど、うん、脳戦艦ガルのアレンジ曲を作りたいってずっと思ってね。うん、それすごそうだね。ね、だけどそこまでガルにスポットライトを当てに行く YMCK ってどうかなと思うけど、そこですよ、素晴らしいのはね。YMCK としてやるかどうかはわからない。ああ。うん。ヨケちゃんそれも出してるからね。うん。あくまでネタとして出した方がいいんじゃないかなっていうのは。いやー、したらラッペラしてほしいな。それ面白い。ガルでリリック書けるかな。いや書けるでしょう。
まあまあまあ、いろんな角度から書けるかもね。ネタがいっぱいあるから。ガル特有のこうシステムとかよりも、うん、なんか違うとこから攻められそうな感じするね。必ず抱き合わせでついてきた。ああ、ついてきたね。かわいそう。ジャケかっこよかったよね、だけどね。うん。カセットは白かな、あれ。白だった。白だね。うん。こんなに語ってる間に当時やってなかったからね。やってないよ、ガル。大体全部後から調べたんですよ。こんにちは。ちょっと今撮ってる。こんにちは。礼儀正しい。うん。ね、うん、ガルね。そう、本当に、申し訳ないんだけど、これ全部、うん、YMCK 始めた後に、調べて知った話。うん、ああ、そうなんだ。うん。まだそういうのあるよ、俺も。やっぱ当時全部できるわけじゃないからさ。そう、やっぱりお小遣い、お小遣いで買える値段でもなくて、やっぱ、なくてね、プレゼント、クリスマスとかにやっぱ、誕生日。あとは友達が買って、うん、のと被んないように買って、はいはい、交換したり、ね、交換して遊ぶみたいな感じかな、うんうん、あ、それこそ当時池袋にあった昔、ね、路面にファミコンとか売ってた店が結構あって、路面に、うん、あ、屋台じゃないけどさ、はいはいはい、いっぱい並んでて、そこは例えば自分のカセットを持って行って、うんうんうん、買い取りとかいうシステムは普通じゃない、それ相応のカセットと交換してくれる店とかもあった。おお、うん、だからもうさ、売却と購入をもういっぺんにやっちゃうみたいな、うんうん、そう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 、ちょっと交渉でいけるみたいな、うん、どれとどれが10日っていうのはお店の人次第なんだけど、お店が持ってる方のがちょっと高いんだけど、うんうん、いやだけどなーって粘ってると、うん、上がったやつって変えてくれたりもするのよ。アナログー、うん、それ最高だったな。すごいね、そんなシステムある、うん、あったあった、そういうのを駆使していろんなゲームやってたもん。ああ、それはすごいな、うん。パソゲーの世界だとね、レンタルっていうのがあった。レンタルあったっぽいね。あった。あと、黒い部分もあるでしょ、PC ゲームは。あった。ね、結構違法コピーで売ってるやつ、あった。あったでしょ。雑居ビルの本当にこう、狭いとこ入っていかないと見つかんないような。そこでやってくれんだよね、いろいろね。そう。あ、時代だね、それもね。時代だね。違法コピーみたいのは、うん、結局ね、なんかどっかで動かなくなったりするから、結局はね、ちゃんと買ってた記憶がある、大体。まあ、そうなるよね、うん。なんかね、あんまりいいことないなっていう。怪しい店のあの怪しい感じはちょっと好きだった。わかる。なんとなくわかる、うん。俺はそんなとこあんま行ってないけど、うん、なんかわかる、うん。うん。まあね、これでもね、まあ、結構話したけど語り尽くせない。とりあえずね、今日のところはね、この辺で勘弁しといて、また次回ね、パソコンゲーム、いやパソコン、いや本来あれだね、今度曲のことでもね、あ、それはいいかもしれない、音楽についてね、うん、ジップチューンとヒップホップについてね、その話したいわ、うん、なんかいろいろねできたら、うん、それがミュージシャンでやることだもんね。本当はね、うん、毎回俺のチャンネルゲームのことしかやってないからね。たまにはね、今度そういうこともやりたいんで、その時はまだよけちゃんお呼びしてね、ぜひやりたいなと、よろしくお願いします。ということでね、本日のゲストは YMCK からおよけむらちゃんでございました。ありがとうございました。それじゃ、まだ。